よし、揃ったな。ほど好きだったのか、この俺を。ふざけた真似しやがって。ぶち殺してやるぜ、ガキども。よせ、うるせえ。なんだ。お前の力はまだ完全ではないんだ。無茶をすると取り返しのつかぬことになるぞ。私たちの指示に従うんだ。お前たち、俺の頭をどうしやがった。落ち着くんだ、島鉄を。コントロールができないのです。金田、なんでこんなところに。鉄尾、大丈夫か。助けに来たぞ。早くしろよバカ、急がないと外の奴らが。金田くん。お前もそこにいたっけな。いいんだよ金田、俺はもうお前に助けてもらわなくてもいいんだよ。これからは俺がお前を助けてやる。そん時はいいな、カネちゃんよ。セリフの母音に合わせて。お前、昨日の晩やったな。え？何を？とぼけるな！泥工事の人たちを殺して食ったろうが！俺は青月牛尾。親父はアホのくせに馬鹿強く、生意気にも寺の住職だ。皆さんこんにちは、佐々木望です。牛尾と虎で、主人公の少年の牛尾の役をやらせていただいております。原作の方はすごい人気で、僕も読ませていただいたんですけども、とても面白くてかっこよくて、まあ皆さんご存知だと思いますが、その牛尾くんずっとやりたかったんですけども、やれることになって大変嬉しく思っています。牛尾はですね、大変にまっすぐな子で、非常に、まあ、単純つうかね、男気があってね、いいやつですよね。その辺がなんか原作の藤田先生にすごく似てるなと僕思うんですけども、少し僕も牛尾役をやるということで、それにあやかってちゃんとまっすぐ男らしく生きなきゃならんなと思っている今日この頃なんですが、特に役をやるにあたって声とかそういうのを作ったりとか、そういうことはあまりしてなくて、できるだけストレートに素直に演じて、あとは見てくださってる原作のファンの方とか、が牛尾の役は佐々木望でよかったなと言ってくださればもう本望なんです。よろしくお願いいたします。